始まりました、よしのぶ2回。はい、ということでですね、本日はゲスト響のお二人がやってくれてます。はい、お願いします。はい、しゅんくん、ちょっと死んじゃったんですよ。死んじゃったわ、やばい。ピンポーン、ピンポーン、ね、本当だったらちょっと不謹慎な話になっちゃう。いや、あれ、ちょっと遅刻してるんで、あ、でもちょうどいいタイミングで入って、あ、来た来た来た、おいおいおい、もう始まってますよ。遅刻なんだよ。早くね、遅くね、逆に。とりあえず着替えてもらっていいですか。あ、そうだ、誰かわかんないじゃない。いや、誰、誰、誰。7時、7時じゃない、7時回し、7時回し、そう、7時4分ですよ。はい、ほんと、まあやろうよ。適当だな。はい、ということで、キミキのお二人が来てくれてます。あ、お願いします。あと謝る方こっちなのよ、こっちじゃないよ。遅れでどうもすいませんでしたじゃないよ、はい、なんだ、我らが高橋大臣が、はいはい、あ、高橋さんいたんすか、ね、超長いのよ。あ、そうなんですね。あ、そうなんすね。長いんじゃない。そうなんですか。高橋、いや、せーの、どれくらいだろうな。知り合ったのは長いけど、関係は薄いかもしれない。今回この3方なんですけど、俺がラファエルと一緒にやってる年賞オークションって番組があって、それに一緒にレギュラーで出てる社長さんたちです。あ、どうも、ヒグです。よろしくお願いします。榊原くん、鳥居くん、ヒグマちゃんです。はい、意外とここで社長とタレント合わせて仕事が決まったりもするんですよ。はいはい、なんで、まあ、今日こういう場にこう呼んでると。あ、今のとこ決まったことありましたか。あるのよ。ちょっと全然状況が把握できないんで。あ、分かんないですよね。ヨッシーの観覧車が今回から2回だけ2回だけ抱いた女たち。 お前ら悪いわ。あと2回だけ抱いた女たちって言い方もありお客さんを入れて、はい、今回からこういう感じなの、ね、はい、今回から。もう、あ、なる、あ、今回から、うん、なるほど。前回までは、はいはい、そう、お客さんとかなしでやっとったんですけど、例えば笑い声も欲しいなということで、はいはいはい、今回からお客さんを勝手に自分の本を読んだんですよ。それはだってもう来てくれ、楽しいよね。うん、ほら、両手で両手でんじゃん、もう宗教の方、怪しいな。宗教の方はよくない。さっきお支払いどうしたらいいですか。いや、だから、やばいな。一緒に飲んでる感じになるじゃん。そうですね。高木原さん、トレイちゃん、ヒグマちゃんさん、ヒルキの二人を知ってる。聞かないですよ。ちょっと分かった。おい、見ないと。それは、見ないですよね。見ないですよ。いやいや、世代で言うと、だって、同い年ぐらいですよ。いや、めちゃくちゃ世代です。53、僕53年なんですけど。あ、昭和53。あ、続けっこ。え、いや、上です。上です。え、やし59です。やし何歳だった。俺46。え、そんな言ったんだ。ようしょろうです。だから出会ったばっかりの時はまだ30。全然全然そうだよね。すみません、お先に失礼します。学生服でしょ。いや、乾杯してください。やばい、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 やばい。ヨシが36でしょ。になったもん。それが俺らにとっては衝撃だから。俺は、まあ、そっか、まだ36なのかって感じですよ。いやいやいや、ほんとに俺20歳ぐらいから知っとうから。だから東京出てきて、多分知り合った芸人3人目だわ、俺の中で。あ、最初がオラキオなのよ、うん、弾丸ジャッキね、はいはいはい、で2番目が志村けんさん。で、その次に志村けんで、ヤシコバ。この入れるな。そう、間に挟まれた志村さんやばい。弱い、確かにな、両端が弱いもんな。オラキオとヤシコバだったら、オラキオ捨てて1にしてくれ。志村けん並んだら芸能人じゃないよ。オラキオがもう邪魔になってる。そうだ、ね、芸歴で言うと何年だっけ。え、芸歴で言うと25年ぐらいじゃない。そんな、あんまり正確に数えてない、ね、だ、同期で言うと誰。同期で言うと、同じ年だと流れ星とかね。おー、うんうんうん、流れ星は明日のゲストです。浜川とか、浜川、浜川とか、うん、まあ、あの辺かな。あっちで来た。いや、今、明日がやったから金払うならじゃないのよ。みたいな感じは流れ星に泣かせてやるから。最高月収どれぐらいなんですか。あ、気になる。これが、うん、俺らが出た時って不景気なの、世の中が。全然だよ。だから、うん、休みなくすげえ働いてたのに、うん、マックスで月200ぐらいしかいなかったじゃん。2人とも同じ金額。同じくらいじゃん。ほぼ一緒。エンタの神様で売れた1個前の世代は月2000万とか言ってた。あ、畑陽子さんとか、あの世代とかね。はいはいはい。一桁違うぐらい不況やったんですか。そう、だからリーマンショックの直後なんだから。おー、今は何で稼がれてるんですか。今営業とかがメインだね。ところさんは株ですよね。株、株
株、そうですね、株ですね。そうなんですか、ね、農家もやってるんですよね。俺、農家趣味でやってる。あ、趣味なんだ。で、その趣味の農家で株、一緒にやってるってこと。違う、その株じゃないの。俺の株を、株を美味しくする人じゃない。シェフ違う、違う、違う、違う。そんな生産ないんだね。すごい儲かるんだから、ね、やりたいなと思って、うん、でね、ちょっと俺全然話変わるんですけど、あの実はね、来月ちょっととある営業をね、振ったのよ。あ、そうそう。で、まあこれは、はい、はいはい、でこれはちょっと俺の中でちょっと人を試したじゃないですか。まあよくやってんだけど、これ、うん、あのちょっと今回俺が払わなきゃいけない、うん、お金を、うんうん、ね、だからまあちょっと安く してくれるっつったら、うん、まあ安い金額をね、言ってきたのよ。普段よりもめちゃくちゃ安い金額言ってきたんで、うんうんうん、はい、ちょっとこれはもう俺の中で、あの好感度が上がって、ちょっとごめん、1個言って、はい、試すんじゃねえ。いやいやいや、あのね、これで人間年上の、年上を試すんじゃないよ、ね、人間ね、これで出んだよ。でもドキドキしたじゃねえか今。いやでもね、合格合格じゃねえ。どの立場なんて初めてになるんだって。いやいや、お前ほんとにね、出会ってからずっとうさんくさいから。でもね、ヤシコはちょっと俺今回感動したんで、はい、言ってた場合のギャラを提示もう出そうかなと。あ、はい、あ、ああ、ああ、そういうこと？はい、今回倍の倍のデラが出ます。生きていける。なんだかちょっとあのここで気になることというか、これ結構仲いいタレントに、まあ、俺は聞くんだけど、うん、仲いい芸能人って誰ですかって気にならない？25年も業界にいたら、それはやっぱいろいろいると思うよ。だからさっき長友さん、俺はアンタッチャブル柴田さん。へぇ、あ、確かに、一番仲いい。確かにそうだね、柴田さん。柴田さんがちょっと休んでる、休んでる時に毎日一緒に17一緒にいたから。そうだね、家政婦みたいな感じで一緒にいたから。家政婦、先輩後輩、まあ先輩じゃない、うん、柴田さんが、うん、先輩後輩で週7がちょっときちいきちいですって言ったの。きちい要は全部お世話しなきゃいけないし、ただ俺がテレビ一番出てる時期だから、その時は。いはいはい、だから忙しい後輩が今休んでる先輩を週7一緒にいて、でそれでだから先輩後輩だと気づいたら、親友だと思っていいですかって言って、親友だって俺週7一緒に入れます、柴田さんとね、次何飲みますかとか、はいはい、後輩のやつを全部やめさせてくれと、うん、ただ年上の先輩だから気はつかうと。確かに。でもそういうのじゃなくて、もう先輩が好きなのを頼んでください。でも週7言いますって言ったらそれでいいって言うから、それからもうずっと週7。すごい。あの時期にだから毎日一緒にいたんだ。ヤシカバに関してはちょっと驚くビッグネームとめちゃくちゃ仲いいのが一人いて、俺はまあまあそこそこいますけど、うん、まあそうね、まあ一番まあみんなに分かりやすいビッグネームはやっぱりチャーハン天野かな。チャーハン天野誰も知らねえだよ。え？なんですか？なんで太ったあいつのこと誰が知ってると思ってんだよ。チャーハン天野知らないですよ。違う。俺が出してほしいのは二宮君ね。あ、そう、はい、あの作家の、違う、金次郎じゃないですよ。白髪まみれの二宮剛じゃないですよ。嵐のね、そう、すごい、なんか二宮君が前テレビで、仲いい芸人とかいんのかみたいなのテレビでね、したら、あー、ひびきの小林っすねみたいなの言ってるぐらい、あテレビで言ってくれる。何するんですか、二人で。確かに二人で何してるの。まあまあ、なんかゲーム好きですよね。人狼ゲームじゃない、人狼ゲーム。あの友達あんまいないから、お二人で人狼やってもね。そうだよ、そこなんだけど。いや、本当にめっちゃ広いリビングの この辺ぐらいで、二人でこうやって芋焼酎のソーダ割りを飲みながらずっとこうやってゲームしてる。あ、二人で、そんな感じなんや。家で、どっちの家で？向こうの家。まあ、たまに俺んちも来たりしたりしてたけど。そうそう前のね、そうそう、恵比寿のあの汚い一軒家、汚い一軒家じゃねえよ。あんなとこに来てたんだ。おめえラブホテルみたいな場所。どんな前の家だよ。え、あんな家に来てたんだ。いや、そうそう、たまにね。もう今ほら、あのね、はいはい、家族がもう終わりなんで、そんなにこう自由にはあるんですけど。え、何きっかけだったの？いや、もともとペナルティのヒデさんっていう、おう、ワッキーさんじゃないの、ね、もちろんが五反田で五反田会みたいなのしてて、うん、芸能人とかこうアスリートみんな呼んでて、うん、でたまたまその時期に俺一緒に仕事になって、うん、でお店やってた、あのヒデさんが、あのしゃぶしゃぶ屋さん、はいはい、でそこに呼んでもらって、なんかみんな何十人かで飲んでたら、たまたま二宮君と錦野君がなんかその五反田にいるから合流するっつって、うん、
で合流してきて、でなんだかんだこう飲んでるうちになんかみんな三三五五帰ってって、はい、で気がついたら俺と錦戸君と二宮君とあの後輩の谷プラスワンっていう4人しかいなくなって、はい、ドローンのないやつね、うん、じゃあちょっとじゃあ2軒目じゃあ4人で飲みに行くかみたいな、どこ行ったのその時。いやなんか近くのなんかバーみたいなとこで、誰が払った、誰が払った。いやその時誰が払ったんだろう、気になるよね、うん、そのメンバーでの払う人こいつじゃないってことだ払ってたら多分覚えてるから俺払ったって言う。俺は五反田に金を落としたこと言ってないそうだよね、うん、その時に盛り上がったんですかそれってなんかそこなんですよ社長。いや本当に大して盛り上がってないんですよ。だから俺らも芸能人2人だし、うん、スーパースターじゃん。で頑張って盛り上げるけど、はい、まあ、そう楽しくは話してるけど、うん、なんか刺して盛り上がったっていう感じでもなく、手応えもなく、全然手応えもなく、うん、でもなんかいい思い出だったなみたいになって、うん、でしたら1週間ぐらいに一応連絡先交換してたの、うん、そしたら電話かかってきて、うん、あの何してんのナチュラル、はい、前から知り合いだったっけめっちゃくちゃナチュラル、あの感じで、あのいつもの感じで、何してんの、あ、いや家にいますって言ったら、じゃ あのご飯食べようよっつって、うん、でなんか中目かなんかのご飯屋さんに呼ばれて、うん、で俺その時下北住んでて、ね、うん、二宮君に呼ばれたから早く行かなきゃって、タクシーでバーって行って、うん、でお待たせしましたって言ったら、カウンターの炉端焼き屋みたいなのが、はい、端っこで一人で、ね、もうあの鍋の締めのおじやったもう終わりじゃん。え？お会計のやつじゃん。え？で、なんかナチュラルに、うん、いやもう閉めてんじゃないですかみたいな感じで、うん、いやおかしいでしょ呼んどいてみたいな、うん、しかもマンツーマンかいみたいな、うん、なんかそういう風に突っ込んでたら、うん、なんかこうなそっから仲良くなってって、分かんない、ボケたのか分かんないけど、試されたね。やっぱ試すのですぐに。ええー、そっか。まあなんか俺もゲーム好きだし向こうもゲーム好きだし、テレビでも本当にだから友達いますかって言ったらいないんだよねって一人だけいるって小林ってだけ言ったんですよ知る人に言わずに小林って。想像できるか分かんないけど家族ぐるみだね。奥さんもあの向こうの家族 もうみんな、みんな一緒になんか、まあ、餃子パーティーしたりとか。今の奥さんはお前のこと下に見てないの見てねえわ。見てねえんだ。いい人だ。今の嫁さんでいい人だな。でも俺と二宮くんいなくても、うん、お互い同士、嫁同士で。しかもさ、そんなことはない。二宮くんに対してはタメ語なの、敬語なの。いや、俺タメ口だよ。でも、爆裂を奢ってもらうけど。なんならタクシー代もらって帰る。駅から遠いな、ここ。タクシー代よこせよ。それは友達だな。それが言えるって友達だよね。遠いんだもん、駅から。でも、皆さん、でも芸能人の友達いるんじゃない。え、どうってか、こういう感じ。最近の女で言うと、青汁王子くらい。タレントじゃねえよ。ほぼタレントだな。まあ、ほぼタレントだな。先生、強さで言ったんですか。熊ちゃんはどうは幼馴染でメッセージ。え？幼馴染で幼稚園小学校すげえな、それ妹の方がないだし、同じクラスで、で、ちょっと家遊びに行く。すごい。今も交流ある。まあ、今はちょっとお母さんとか繋がってて、舞台行ったりとか。すごいね。最近で言ったら宮迫さんじゃない？あ、結構あさってもゴルフ一緒に、佐野さんと。浅草はね、もう芸能人じゃないかな。そんなことない。でも、粗品が言ってたから。粗品が言ってたもん。ヨシさんもそっちの話をしてたから。それで見る話あと1本。そうやったら、ヨシさん。友達いいんだよ、ビッグネーム。ビッグネームの友達、一番ビッグネーム。でも誰がビッグなんだろう。志村さんもあれだし、屋敷隆さんもすげえ仲良かったし。なんでだよ。そんな人どんどん言ってくるんだよ。ちょっと、屋敷隆さんと何の話すんの。え、2人で飲みに行ったりしとったんだよ。まあ大阪行ってもいつも飲み連れてってもらったし、東京でも遊んどったし、あとビッグで言うと陣内孝則さんとか。俺が人生で行った芸能人の家で言うと、多分2位に広いんじゃないかな。第2位陣内さんちってマンションなんだけど、ワンフロアに2部屋、2個部屋あるのよ。201と202なんだけど、201だけでテニスコート分ぐらいあるので、202が
飲み用の部屋なんだけど。で両方もう陣内さんの。そう。こっちは家族ですね。ちょっとあの質問なんですけど。あら、なんでしょう。和田アキ子さんじゃないんですけど。うん。お三人何をされてるの。何で社長をやってる方なの。僕らも、ね、何の社長だね。本当に、よしにただの飲みに来てって言われただけなんで。弊社は企業の SNS のマーケティング支援をやる会社で、なので企業の SNS の運用をやったりだとか、あとで関われるとすると、タレントさんのキャスティングだったりだとか、インフルエンサーのキャスティングをやってる。ああ、なるほどな。だからもしかしたら響きを今後、キャスティングに使ってくれるかもしれない。ああ、確かにね。で、鳥居ちゃんが、はい、関東と関西と九州エリアで高級のマンションを扱ってます。不動産、仲介、売買。で、ヒグマちゃんは全国のイオンとかいろんなあのショッピング施設あるじゃないですか、うんうん、とかの中にも入ってる、体操教室の会社長。あ、今全国で18店舗やってるんですよ。しかも子供ですよ。そば屋さんとも子供いるから。あら、ああ、そうなんです。あ、います、います、はい、娘5歳の娘が、はい、体操教室行ってますもん。あれ、うちじゃない、うちじゃない。あのね、幼稚園に入ってて、あ、幼稚園終わった後すぐその幼稚園の体育館でやれるやつ。はいはい、あ、じゃあこれから幼稚園も狙っていこうよ。いやー、いや、なんでその話はいいよ。その話はいいよ。ダメなんだよ。逆になんか、ここだったら自分らなんかハマりそうだなみたいなのある？あー、でも、まあ、でも最初だったらね、もうちょっと悪天。え、こっちがやるんだよ。おい、やれねえよ、お前46だぞ。私あんまり意外性もないですよ。バクテンしたこれやれたところで何だろう。こういう人をバクテンさせれる方が PR としてはいいよね。あの長友もできるようになったんで。だからトランポリン使うとか。やばれそうじゃん。いや、断っちゃうんですよ。危ないもんね。見て。あー、なるほど。ちょっと悪いかもしれないです、うん、過去2回ぐらいあるんですけど。じゃあ小林さんの方だったらまた全然全然ただ全然引き出せない。あの小林がって言うとただいい、こう例えば響きだったら響きで小林さんにやってもらって、うん、まあ、長友さんがキャッチで分かりやすいが一緒に行って、うん、響きでできるようになりましたっていうのもいいじゃないですか。そしたらいいかもしれない。ニノと来てほしい。無理だよ。ニノが来てほしい。それもニノにオファーしてもうバーターで俺ら付き合う。今何キロなんですか。今ね、10キロ痩せて125。だって135から125、何もしてないで痩せてる。なんで何もしてないで痩せれるんですか。なんでだろうね。だって腕もさ、可愛くない、組んでる姿。一緒肘置きになってる。肘が胴の膝ぐらいか。足組めるんですかね。足は組めない。組めない、うん、届かない。あれ。え、お尻拭けます。お尻ギリ拭ける。ギリ拭ける。ギリなんだ。え、前向き、後ろ向き。後ろ向き。あ、ちゃんと肛門出せるんですか。出せる。座るときにこう、グッと広げて。そんなことだったらもう、ビチビチになって出てくる。もう。だからおならが、ブーンって。トランペット吹いてるのがいいぐらい。起き上がれるんですか、寝てる。起き上がれ。じゃあ今、寝てるから。え、できた。やっぱりゴロゴロして、ゴロゴロして、やっぱりこう、ゴロゴロ、こうフォークリフトできたら。ない忘年会とかそのはないですか。決起集会従業員ですか。会社のありますよ。あ、じゃあそれに呼んでもらって。ああ、そういうこと。盛り上げる。もう業種関係ないから。ただの忘年会に呼んでくれって言ったら、ただもうすごい盛り上がりますから。高級不動産だけね、いまいち今とはまんないんですよね。いや、ここに関してはね、ちょっとね、そうだからもう客層が違うから詰まってもらうっていう。ガチの感想を言うっていう。多分住んでしまうと二人が資産価値下がるんですよ。ちょっと床へこんでたとかね。階層な社長を二人がアテンドするっていう。社長、階層もうそろそろ行っちゃいましょうっつって。クロージングに行くんですか。もういいんですか。それはもう男が二人いますよっつちょっと、うん、あんま刺さってないですね。おかしいな。それついたら余計売れなさそうやな。なんでだよ。いや、もうじゃあもう金くれよ。あれくどいから行かないから、うん、行かないからそっちに。金だけくれよ。邪魔しないから金くれよ。毎月くれよ。札所得くれよ。入れなきゃ。どんな感じで締めますか、大さん。じゃあ今日はまあ一本締めか。お前忘年会かよ。それこそどんだけ締め方がうまいか見てみて。ああ、忘年会。じゃあちょっと今日初めて締めてみる。ヤシコは。そういうこと。忘年会だと思って。忘年会だと思ってどんな忘年会イメージだね。皆さんありがとうございました。本当に今日はね、ありがとうございました。本当にね、お会
場足元のね、うん、アスファルトの中、うん、本当ありがとうございました、本当にね。すごい、確かに。頑張れ。じゃあ、もうね、5番、縁も高菜プリンスホテルでございます。おー、頑張って、頑張ってさん、ダンス爆笑。これはね、絶対受けますからね。あれ知ってます？関東五本締めって知ってます？わかんないの。最初1からやるんです。ああ、次2本、はい、ちょ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 、うん、で次3本、はい、で4本で最後5本になって一番大きな音で終わるっていう、はい、そうなんや、関東そんなん、うん、これ意外とやったら盛り上がりますね。あら、はい、やってみようか。ただそれ以上でもそれ以下でもない。でいきますよ。 OK、 じゃあ1本からいきますよ。お手を拝借、よーお、全然静かなんですね。よっ、あ、ちょっと音鳴ってた。なるほどね。よっ、お、まだ薄いな。よっ、はい、お、